シン、お前は今でも飛んでいるのか、あの悲しい青空。エリア88、ヘッドクォーター、サザンデビジョン、ポイント 3B より二次方向、反政府軍の編隊が北上中。こちら00セクション風間神。繰り返す、こちら00セクション風間神。相手は4機だ、援護を待て。俺の獲物だ、手を出すな。ダブルエコー、こちら00セクション風間神。撃墜3、残り1機は離脱した。締めて6万ドルだな。以上だ、祈祷する。日本人なんているのかね。新庄、あれがエリア88か。撮影禁止区域だぜ。1枚じゃ撮るのも1枚だ。あんたも物好きだね。あんな地の果てまで行こうってんだから。地の果てにしかないものを取りに行くのさ。なんだって、ダブルエコー、どういう意味だ。相変わらず荒っぽいぜ。早く降ろしてくれ。行っちまった。おーい、
で迎えてくれるのは照りつける太陽と乾き切った砂漠の風だけか。違うよ。ここを変えると良くなる。おい、ん、水、水はあるか。水、助かった。近々マスコミ関係者が来ると言っとったが、あんたかい。まあな。キム、司令部に案内してあげな。やだよ、なんで僕が案内しなきゃいけないのさ。取り付け手間賃負けてやるから。しょうがないな。ありがとうよ、じいさん。あのじいさんは？まっこいじいさん、なんでもやだよ。ティッシュペーパーから戦闘機までなんでも揃えてくれる。ただし金次第だけどね。それにしちゃやけに親切だな。司令部に案内しろって言ったこと？先行通したろ。ここじゃ市場は先細りだからね。部屋については後で案内させよう。基地司令の先バシタールだ。 SO 通信特派員の誠新庄、よろしく。いいカメラだな。ニコンか？少し見せてもらっていいかな？おう。なるほど。重いんだな。何をする？許可を得ずに撮影したフィルムは破棄する。